回目の授業になります。お願いします。よし。じゃあ今日味噌のカビ退治になったり、あのいろんなお手入れをしていきたいと思います。今この周りについているカビをきれいに取ってもらって、味噌を蒸気を返します。冷凍したと熟成が違うので、熟成の度合いを平等にするために混ぜます。そうすると空気に触れるっていう意味でも大事なことになりますので、やっていくんですが、これ舐められるってよ、食べな。うん、大丈夫だよ。これもう食えるし、おお、高いよ。食べる、食べる。せーの。どんな味噌をあんま食べたことがないからわからない。え、でも美味しいよ。なんか普通に味噌。普通味噌。オッケー、絶対痛い。ありがとうございます。食べてみていいよ。好きにしようという感じで。完成です。皆さん、これも。ここまでみんなで味噌作ってきたので、最後みんなで美味しく作りましょう。はい、みんなで頑張って作った味噌なので、皆さんで頑張ってね、料理を作っていきましょう。お、ついてる、いってる、いってる、見たい、見たい、見たい、お、いってる、おー、すげえ、ウィーン、めっちゃ味噌を言えた。インテリナーチームです。手羽先を作ります。理由としては若者の味噌離れが進んでいるのが、手羽先というみんなの知っているような料理で味噌を広めようと思ったからです。みんな、頑張るぞ。洗脳サルシキウスです。なぜ我々が肉の手羽先を作ったかというと、味噌の味を最大限に引き出しつつ、お腹にたまりにくく美味しく鶏肉を食べるのに適しているかと思ったのです。頑張るぞ。頑張るぞ。ごへんもちチームです。ごへんもちを作ろうと思った経緯は、長野県の郷土料理であるごへんもちを自分たちで作った味噌で作りたいなと思って、ごへんもちを作ろうと思いました。頑張るぞ。おー、私たちは味噌パウンドケーキチームです。私たちがパウンドケーキを作ろうと思った理由は、佐久は三大ケーキの町なので、私たちの作った味噌と合わせて作ろうと思ったからです。美味しく作るぞ。イエーイ。塩コショウ使う？塩コショウ使う？まだ使わない。聞いてたら職員で我慢する。お手伝いいか。大丈夫です。刑事たち、刑事たちもう使う。やっていいよ。ちょっと気持ち悪い。片栗粉まぶすんじゃない。旬の肉、旬の肉、旬の肉、そう。ここに書いてあるやん。やるやんな。さあ、はるきろ。いただきます。じゃあどうぞ、第一口目。いただきます。いただきます。チェーン。あ、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 あ
うまっ。おうまっ。火取ってた。肉めっちゃ食べない。あ、噛んだ。あ、オッケーオッケー。タレがうまっ。うまっ。めっちゃいい。めっちゃご飯欲しくなる。米ないの。ご飯持っていい。ロシアンルーレット。いただきます。ちゃんと火取ってる。うまい。骨食っちゃった。これも骨も。うまい。あれ生。おい、まあ、でも良かったじゃん。これにあんま沈まなかったから。ふわふわに出てきたね。うん、美味しい美味しい。うまっ。すごいね、お味噌とパンケーキ。美味しい。めっちゃ大変。うまっ。じゃあまずは男子からいきますか。ヒュージーズチームから。手羽先を作るにあたってタレの所詮調味料のメモがなくてちょっとヤバいっていうシーンがあったんですけど、意外とオリジナルで作ると美味しいっていうのがあって、すごい良かったと思います。あまり鶏肉好きじゃないんですけど、そのタレのおかげで鶏肉も美味しく食べることができます。さインテリ男子チーム。この最初の時は正直味噌を作るのにあまり乗り気ではなかったんですけれども、安養寺味噌とかの歴史とか、その夏休み中に取材に行った人たちの話とかを聞いたりしているうちに興味を持ってたりして、その味噌作りに必要な材料とかよく知る良い機会となったと思って、味噌を作り始めて発酵を、し始めて数ヶ月後にカビが生えたりいろんなことがあったと思うんですけど、まあ、最後にはこうやって美味しい手羽先が食べれたんで良かったかなって思います。味噌ケーキチーム。まあ、今回味噌を作ることになって準備をしていく中で、さっき翔太さんが言ったように私もあんまり味噌作るより買った方がいいんじゃないのって思ってたんですけど、いろいろ調べたりする中で味噌の歴史だったりとかを知ることができて、あと味噌にも甘いのがあるとかしょっぱいのがあるとかっていうのを調べることができて、その中で自分たちで今回作るっていう風になった時に作りのものっていうのにこだわったからっていうので味噌とケーキを合わせたものを作るっていうことによって、いろいろ材料とかもこだわって自分たちで一から作ることができた味噌はとても美味しかったと思うので良かったと思います。最後はご平もチーム。最初は味噌にあまり興味がなくてどんな味噌ができるのかっていうのがすごく不安だったけど、クラスのみんなで味噌が作れて味噌にも興味が持てたし、おいしい味噌ができてよかったです。このクラスのみんなが来たからこそみんなに感謝したい気持ちもあって、このクラスのみんながいたからおいしい味噌ができたと思います。全員の方にもたくさん用意していただいて助けてもらったところもあるので、ここも感謝したいです。そういうみんなのいろんな感想が聞いて僕やってきた感があったな。あとみんなといろいろここまでこだわってやってこれて本当に良かったなって思います。で今日実際に料理作る中で俺もすっげえ不安だったんだよ。でも昨日もどうなんのかなって不安だったんだけど、でも不安よりも昨日もずっと楽しみが勝ってて、みんなだったら楽しくやってくれるだろうと思って今日に臨みました。そしたら本当にねたくさんの笑顔が見れて本当に僕も幸せな時間が過ごせたなと思います。自分自身の中学校時代振り返ってみて思い出されるものって友達との休み時間を思い出すんだよ。であと部活も思い出すんだよ。でもクラスで何かしたことってあんまり思い出せなくて、だからもっとクラスで自分たちの好きなメンバーでなんか一つのことをこだわりたいなって思いがずっとあって、だからこそ去年味噌って出てきた時にもう思いっきりこだわってやろうと思ってずっとしぶとく
やってきて、みんなもついてきてくれて、いつの間にかみんなの方がどん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 のめり込んでやってくれて、でこのプロジェクトが成功できたのかなって思います。本当にみんなありがとうございました。イエーイ。じゃあ今日一日お世話になった事前の方々、皆さんにちょっとお礼の気持ち、感謝の気持ちを伝えたいと思います。立ってください。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで嘘プロジェクト完結編を終わりたいと思います。ありがとうございました。